探索生活8日目、始まります。司令官ファルケのお見舞いをしたところから、スタートです。やってきたのは地下6階、シトルヒたちが使うシャワールーム横の暗がり部屋。これから探索するのに、どうして手持ちが満杯なんですか？すいません。上にあったのは、射撃訓練室。各種弾薬が転がり、壁のスコアボードには、シュタール13号、漁師ちゃんが1位から4位予想の目。お前ゴルゴ13か？現場監督で唯一滑り込むシトルヒ7号ジーベンちゃん。やりますね。あ、ニコ1万こと接着テープくん。隣には漁師ちゃんの武器ケース。一度に2つ、アイテムが消費できそうじゃん。アゼルバイジャン。手持ちを整理して裁縫。トレジャーを発見しました。箱の中身は、これを見やがれバーカ！じゃーん！漁師愛用の単銃新リボルバーをゲット。やりましたわ。高威力の12ミリ弾、ダブルアクションの単銃身とか趣味全開。対ボスの切り札として大事にしまっておきましょう。弾薬とテープを回収、カセットテープを直し、いざ工作室へ。わっせ。わっせ。はぁ、ついた。では、早速テープをぶち込みましょう。ピッチ！流れてきたのは、バレエの定番、チャイコフスキー作曲、白鳥の湖、情景。部屋に姿見がありましたし、これを流しながらバレエポージングでもしてたのかな。残念ながらシュトルヒちゃんはお気に召さなかったので、ぶっ壊されてしまいましたが、実際、隣室騒音問題は命に関わるトラブルのもと、大音量で曲を流すのは、やめようね。放送を流しながらファルケ司令官のところへ移動、心眼じゃないか。胸元にオイラーちゃんを示す、フクロウポットを抱えていたので、音楽を聴かせてあげましょう。お、開いてんじゃん。トレジャーを発見しました。ハチドリのカードキーをゲット。地下8階東、ゴリブリユニットの個室に入るためのカード。シェルピンスキーに勤務するレプリカ、最後の存在であるゴリブリの部屋を訪問じゃい。あちこちうろうろしましたが、場所はピアノ室の真下でしたね。復活レプリカを掃除。お、開いてんじゃん。あらすごい、ゴリブリにも執務室があったのか。テーブルの上には属レプリカの問題点、読んだら破棄するようにと言われたのにほったらかしじゃないか。オイラーちゃんはオリジンとなった兵士が元バレエダンサーだったため、大人数で歌や踊りに興じる傾向がある。音楽のある環境に置くことで人格の崩壊は簡単に防ぐことが可能。また定期的に容姿を確認したがるので、寮に鏡を置くと精神をさらに安定させられる。仲間内で何かテーマを決めてあだ名をつけることが多い。かわいいね。アーラちゃんは物静かなモデルだが侮ってはならない。失礼な相手や不親切な相手を厳しく評価し、仲間全員で密かに共有する内輪型の性格だ。気が長く友好的なオイレイはアーラの感情を汲み取るため最も相性がいいモデルである。なおアーラちゃんは精神が不安定になると床下や壁にトンネルを掘って引きこもる。無理に連れ出さないこと。植物、特に鮮やかな花や樹木の世話をすると精神が安定する。アーラちゃん、元三号兵か何か？こちらはゴリブリのスペック表、第6世代生態共鳴型スペシャリストユニット。コードネームハチドリ、身長152センチ。近代技術の粋を集めたゴリブリは最高の生態共鳴ユニット。ファルケの副官として複数帯同し、生態共鳴シグナルを増幅、また自らも生成し指令を伝播。レプリカゲシュタルトの垣根なく直接影響を与え、言語を介さず情報を入手。ゴリブリ間では思考内でコミュニケーションを図れるため、ゴリブリの生態共鳴は、真の集合意識に最も近い。トレジャーを発見しました。わしのカードキーをゲット。机にはゴリブリのメモ。アドラーに気をつけて、何か隠し事をしている。脳をハックしたら、施設に勤務するエルスターの記憶があった。でもシェルピンスキーにエルスターが配属された記録はない。調査要請は司令官の発病で取りやめになったんだ。これは、施設内であった生存レプリカ、オイラーちゃんも、256Rちゃんと、あの演出びっくりするんだけど、話を戻すと、本来感染被害は司令官のみに抑えられるはずでしたが、帯同するコリブリユニットが汚染されてしまい、そこから一般レプリカに電波が伝播。あっという間に仮想はパンデミック、エアン偵察士官のラブラブより記憶に汚染され、感染した人は皆、
存在するはずのないエグスターが施設にいた錯覚に陥るという流れでしょう。円滑に業務を進めるシステムが感染を効率的に広めてしまった。なんとも皮肉なことですね、後藤さん。おい、開いてんじゃん。アドラーの執務室に移動。ちょっと書類が散らばってんよ。日記をチェキ。作業員から没収したドクンドクンと音を刻む収納箱がお気に入りだ。これくらいの協力がないと施設物流管理に支障が出る。貧相な体格だ。司令官ぐらいタッパとケツがでかくないとな。だがあの共鳴能力は褒められる。面会を求めたが以前部屋には鍵がかかっていた。夢を見た。若く白い髪の女性に実験を行う夢だ。カードに書かれた記号を当てさせる。マインドシーカーのやりすぎだろうか。箱に触れているとあるレプリカのことを思い出した。採掘現場で赤色の胸部パーツのスタッフと会話した。だがあんなレプリカは施設に駐在したことがない。レプリカが語る過去の記憶は当てにならないというが、こんな奇妙な現象は自分も初めて経験する。収納箱の謎も、私を取り巻く混沌から私を救ってはくれない。ちなみに中身は小さな空白のノートが一冊だった。ファルケ司令官が病に伏したから、悲惨な荒れ様が続いている。彼女の幻覚の導きを欲している。溢れる圧倒的な敬意を。さらに病人が増え、業務の遂行は困難を極める。増員なしでこの作業量をどうこなせというのか。職員が減り監督すべき人員も減ったのが唯一の慰めだろう。病棟に運ばれるレプリカが増える一方、ゲシュタルトの作業員はあっけなく死んでしまう。自己満足に過ぎない日記帳をまた書き終えた。新しい日記帳を注文したいが、貯蓄はすべて美しい万年筆の購入に当ててしまった。箱に入っていたノートを使うとしよう。これがアドラーお気に入りの収納箱くん。開けるには何かパーツが必要なようですね。ファルケからコリブリが汚染をもらい、崩壊していく施設を何とか回そうと奔走するアドラー。中間管理職の金色姿ね。エルスターのスペック表発見伝。第5世代宇宙工兵スペシャリストユニット、コードネームはカササギ。軌道上での軍務を想定して設計された万能戦闘工兵。粘り強くストイックな一匹狼といった性格。技術知識と戦闘能力に優れ、胸と腕には防弾装甲。ただし、オリジンデータはビネタで破壊され喪失。以降のエルスターはペンローズプログラムから退役し、帰還したユニットをベースに複製、生産されている。これはこれは。そう、だったのか。つまり現行型のエルスターには、ペンローズ戦で旅した記憶があり、それが512ジャンやアン偵察士官とリンクして、シェルピンスキーに呼び寄せられている。死んだんじゃないか。トレジャーを発見しました。補正をかけて室内をチェキ。これぶりも副官というポジションなので広々とした個室ですね。なんならアドラーやファルケよりいい部屋なのでは。トレジャーを発見しました。郵便受けの鍵をゲット。512番は地下6階ですね。非常用のはしごで移動。はあ、着いた。さて何が届いているのかな。トレジャーを発見しました。図書室のカードキーをゲット。これでシェルピンスキーの全室解放かな。うむ、あとは図書室と採掘現場直通エレベーターだけですね。おい、開いてんじゃん。おっと、第5の生存者発見点。話しかける前に続々レプリカの問題点。ミューナは精神が非常に安定しており、何をしなくても機嫌が良好である。時に従属的、時に母性を示し、ほとんどのモデルと良好な関係を築くことが可能。他モデルと異なり日記をつけずとも人格が安定する。小さなぬいぐるみを好むが、猫はオリジンの記憶が蘇るため NG。アドラーは同系と相性が悪く、単体で運用した方が成績の向上が見込める。上司である司令官型に感情的依存をする傾向が強い。ファルケしか勝てん。生体共鳴誘導を受けやすく操作が容易。飽きやすい性格なので、興味を示すアイテムを用意。ラップか?司令官のために頑張って施設を回したものの、共鳴の影響を受けやすく、自身もまた。といった感じでしょうけど、アドラーはどうしてゾンビになってないんでしょ。お、生存者はコリブリちゃんだ。他のコリブリたちは皆汚染されてしまい、かつてのように波長を合わせ、歌うことはできない。今や、品性を疑う思考になってしまった。特殊な加工をされているのか、この図書館だけが生体共鳴から逃れられる。ああ、でも、一層汚染されてしまえば、みんなと一緒にいられたのに。精神的に、だいぶ追い詰められていますね。脱出の案内もできないし、こりゃだぜ。ゾクゾクゾク、レプリカの問題点。
これぶりの扱いは慎重に。精神が不安定になりがちで、生体共鳴モジュールが原因で他者の影響を受けやすい。無意識のうちに感情を反響増幅してしまい、周囲に拡散する可能性がある。遮断の訓練を受けているが、すでに不安定な個体は遮断前に人格が崩壊する可能性がある。複数の同系で互いの記憶と感情を共有し、安定状態へ戻す役割がある。しかし集団で崩壊すると他個体も道連れにしてしまうため、崩壊の兆候が見られた場合、即座に破棄するべし。精神の安定には豊富な蔵書のある図書室などが好ましい。それで執務室には本がたくさん。逃げた先も図書室だったのね。安全装置が集団崩壊になりかねないとか、これプリちゃんは設計段階からちょっとミスってないか。あら、この本は。トレジャーを発見しました。懐かしい本からアストロラーベをゲット。この裏側、アドラーが持っていた小箱のパーツに間違いない。シェルピンスキー内部での謎解きもいよいよ大詰め。これで最後と見ていいでしょう。いざドッキング。ハマったのか？これはなんだ？このマーク、どこかで見たことあるような。でっかい丸の周りをくるくると回る。アストロ。よし、わかった。一番上からハイマート、ロードフロント、ビネタ、ブーヤン、各惑星を示す天文記号ですね、こりゃ。つまり。この天体儀が回るのをじっくり待ちまして、ここでストップ。惑星のこの並び、これを模した順番に記号を並べろってこったな。アドラーの部屋に撤収。わっせわっせ、合わせますよ、合わせ合わせ。トレジャーを発見しました。念願の管理者のカードキー発見伝。長かった。アドラーの日記2号、日付は先ほど見た日記の続き。 D の日から、ファルケ司令官の会合に招かれてと記すアドラー。おや、司令官は病に伏せっていたはずでは。翌日ではなく、また D の日、司令官と会議、途中で停電。またまた D の日、強烈な既視感に襲われる。何度も同じ日付をつけている。恥ずかしい失敗だ。しかし D の日、同じ日を生きている気がしてきた。やはり D の日、書いた記憶のない文章が日記に出てくる。なぜ全て同じ日付なのだ。愛する司令官を失い気が触れたのか。誰かに知られたら破棄される。誰も頼ることはできない。ずっと D の日、これが狂気だろうか。日記を読み返すと経験していない出来事を思い出す。あったはずのない昨日を現実のように感じる。精神の不具合では済まされない。D、この部屋にいると別の現実を覗いている感覚になる。他の者たちと同じ病にかかったとしても、屈するつもりはない。D、徐々に蓄積する再現エラー。情報の段階的崩壊。記憶が曖昧。形を変える物語。変異と進化を繰り返す遺伝。コピーするたび劣化するレプリカの精神。D、必ず原因を突き止める。答えは採掘現場にある。何かが私を呼んでいる。行動の奥から。なんてこった。アドラーは、崩壊したシェルピンスキーで同じ日を繰り返している。厳密には次の日を迎えられず、毎日違う内容の出来事が起きる日を過ごし、また戻る。それを自分は覚えておらず、一日の終わりに日記を見るとき思い出す。てっきり黒幕かと思いましたが、ずいぶん苦労しているようですね。なぜラブユリパワーでズンビーとなるのか、なぜ暗視官の記憶が地下から溢れるのか。答えを求め、 256R ちゃんは採掘現場へ降りる。Kapitel 2 Liminalität。 といったところで、今回は終了です。次回、採掘現場。それでは皆さん、お達者で。